はい、皆さんどうもこんにちは、くろやぎです。本日はですね、まあめちゃくちゃ遅いんですけど、今さら一郎さん使ってみた動画になります。まあっていうのもですね、まあ僕一郎さんスルーしようかなと個人的に思ってたんですよ。まあただ生放送中のね、まあ勢いでまあちょっと引いちゃった結果、まあ30連目で降臨しちゃったんで、まあそのまま極めて、使うことになったんで、本日はちょっと日本一が使う一郎さんっていうものをちょっと見ていってもらえたらなと思います。早速ちょっとオーダー見ていきましょう。はい、見てください、神々しすぎでしょ。ちょっと称号とかはねつけれなかったんですけど、はい、イチロー選手。まあ、みんなが待ち望んでた弾道は、ラインドライブではなく、中弾道という査定をされちゃったんですけど、まあ、やっぱ守備とか見てもとんでもないですよね。まあ、守備積極でも個人的には良かったかなとは思うんですけど、まあ、逆にね、積極じゃないことによって、変な後ろの反らし方はしないっていうメリットもあるんで、まあ、ここはプラスに捉えていいでしょう。まあ、やっぱ、いろんな方言われてますけど、まあ、ライトの S ももちろん魅力なんですが、レフトで使うこともね、結構いい起用法になるんじゃないかなと、個人的に思います。やっぱライトいっぱいいるんでね、高橋由伸さんとか、まあ、そういう使い方をしてみてもいいんじゃないでしょうか。で、まあ特殊能力全部確率が 60% と、普通だったら第2得度第3得度の 60% ではないところを、まあ一郎選手だからということで、まあ特別なね特殊能力でもありますし、まあ 60% 発動というようになってます。まあもう能力のね説明は、俺が動画出すの遅すぎて他の方のね動画で知ってると思うんでいいでしょう。あとは使用感ですよね。まあこちら本日のオーダーになります。1番に一郎さんもちろん置いて、まあ、2番には広角ラインドライブの糸井さんを置こうかなと思います。で、まあその他もねちょっと広角ラインドライブを集めてみました。さすがにね中弾道とラインドライブ、まあ、感じちゃうと思うんですけどね、その打ちやすさ打ちにくさっていうのは、まあそれをね検証するためのラインドライブ多め出せになってるんで、本日は一郎さんでめっちゃ打っていこうと思います。それではやっていきましょう。残念ながら先行は取れなかったんですけど、まあまずやっていこうと思います。まあ実はね僕一郎さん初めてじゃないんですよ使うの。もうすでにね生放送とかでいろいろちょくちょく使ってて、でその生放送中に速攻極みにして使った初打席初スイングで確定ホームランを打つっていうね、バックスクリーンに。はい、ちょっとショートでね動画上げてるんでそれを見てもらえたらと思うんですけど、あれマジで初めてだったんですよ。一郎さん極めて初の打席であんなとんでもない打球打ってたんで、あれをね常時打てるんであればもう一郎さん使うの当たり前なんですけど、まああれは正直たまたまっすよね。一郎も発動して、まあ、高弾道になってたっていうこともあってたまたまとは思うんで、ナイスゲッツ。そんなうまくはいかないの分かってるんですけど、ちょっとこの動画で見せたいな。ただどうやろうな、本当に大会になって、まあ、ベスト8とか入るような人たちで1番一郎さんを固定する人たちは果たして出てくるのかっていうのもちょっと注目するところでありますよね。あーぶねー、抑えた、オッケー。さあやっていきます。このルーティンを見せてくれよ。ただ特能は結構やっぱ出るんよね、 60% 圧だから全部いったろ。うん、カット。はい、やっていきます。はい。また高校っすね。ちょっととりあえず、攻撃まで飛ばしたいと思います。はい、やっていきましょう。いや、得のは出ず。まあね、全然ホームラン出なくても、イチローさんらしく、こうヒットをね。はい、やっと先行来ました。はい、ちょっと何試合かやってたんですけど、先行来なかったんで、多分動画にはしないです。しかもアプリ落ちしたし、さっき。ちょっとやっていきます。いやー、ナイスボール。イチローは出んから、これ中弾道っすね。はい。一郎さんらしく三塁線とか抜きたいですけどね、引っ張り警戒やから。来た、うわちょっと狙いすぎた。いけ、なんかどうせやったらちょっと一郎さんのところに打ってくれんかな。ライトの守備みたいですよね。いや、生放送中ね、あったんすよ。フェンス際のね、球際を、一郎さんジャンプして取ったやつがあったんすけど、ちょっと動画で見せたいな、それ。打ってくれんかな、ライトに。ライトに打って、ライトに。おい、ライトに打て。ダメだ。お願い、ライトへ。ライト？イチローさん？え？ボールまで早っ。守備面でちょっと楽しみですけどね、普通に。まあ、打撃面では、まあ、打撃面でもそうですけど、守備面とかでは、もっと楽しみですね。はい、ライトラ。ちょ、ガチで回します。ガチで回します。イチローさんに、2打席目。やば、広角出てなくても。やっぱ金本さんぐらいパワーあったら、えぐいな。はい、ここ9番なんで、坂本さんがゲッツー打たんかったら一応さん回せます。これは、まあまあまあ、でもゲッツーじゃないから、回る。回った。一郎です。パワー69か。いや、これホームランきついからな。しっかりちょっとあれを、ヒット狙いたい。ホームランできそうな球来い。やめて、やめてくれ。本当にお願い。打たせて。
やがん、ちょっとずれた。入れ。うわー、切れるか、今の切れるか。一郎さんらしくフェア残ってほしかったけどな。入れ、これ入る。いやー、マジか。はい。おー、相手のライトも一郎さんっすね。お願いします。いやー、徳能が出ねえ。出てくれよ。いやー、これは無理やな。今のはちょっと、ヒットにしかできん球。ホームランが打ちたいんよ、ホームランが。うわー、いいボールすぎる。まあ、超阿部ヒって感じやったね、今のは。なんか打球がね、綺麗なんよな。理にかなった打球というか、質というか。わーい。ラインドライブとかってさ、やっぱもう、ライドラって感じの打球飛ぶじゃないですか。さっきの糸井さんみたいな。イチローさんはね、綺麗。ライドラとかはね、ほんと暴力なんでね、打球の質が。超える。はい。ライドラの打球を見るたびに、なぜライドラじゃないんだっていう、ちょっとそういう気持ちが芽生えちゃう。これの次が一郎さん。まあ、ランナーなしでちょっと回して、高弾道にしたいけどな。あ、これはセンターとキャッチボール打法で、ランナーなし、一郎。よし、来た。高弾道。これはホームラン狙える、マジで。打ちやすさはね、もう、見てもらっての通りなんですよ。ミートこんだけでかいからね。ミート打ちでもこんな感じ。いやー、打てたかな。インコース。ガン引っ張りします。いやー、ナイスボールすぎる。2球目行くべきやったか。はい、まあ、まだまだね、こんなもんじゃないっていうところを見てもらいたいんで、まあ、まだまだやっていくんですけども、一郎や、とりあえず。とにかく、特殊能力一郎が出た時に、思いっきり引っ張り込んで、ホームラン打てるかっていうのが、鍵になってくると思う。はい、守備は飛ばしていきましょう。ちなみに相手のライトも一郎さんと。うん。はい、一郎出ました。これ高弾道よ。いける。マジで。東京ドームやから。いった！よっしゃ！よっしゃ！打てた！これです！これが一郎です！いや、初試合の時も一郎が出た状態で、バックスクリーン確定打ったんですよ。一郎が出たら全然ちゃうわ。やっぱ中と高だと全然違いますね。うわ！よかった、見せれた！一郎？うお！なんかしれっと取ったな今。こんな球余裕ですよみたいな感じで取ったで。フォアボールくれ。あ、これフォアボールくれる。最終回サヨナラの場面、次のバッター一郎、フォアボールくれた。相手の方分かってる。いや、全出し来ましたよ。投手交代か。は？